こんにちは。ですね、このちょっとまたワクワクする箱が届きましたので、今日この紹介をしていきたいと思います。ですね、リザーブのロードバイクのホイールになります。でこの間ですね、試乗できるホイールが、ありますよという紹介をしたんですけども、今回ちょっとご注文いただきまして、組み付ける前にあの細かいところをもう一度、紹介しようかなと思います。前回はあのタイヤとかが付いてたんで、タイヤ付きだったんですけど、今回はホイール単体でちょっと紹介をしていきたいと思います。はい、ではですね、ちょっとざっとまず出しましょうか。はい、さあこんな感じでですね、ででーんと、はい、もう一回も出してるんで、あれなんですけど、ででーんと、これがこっちがフロントですね。はい、こんな感じ。おお、はい、ちょっとまずは見ていただきましょう。こっちフロントがですね、今回入荷したのはですね、リザーブの4044っていう読み方44なのかなやつですね、オールラウンダーというか、大体もう、まあ、これにしとけば、まあ、何でも使えるよっていうやつですね。はい、こんな感じです。こっちがリムテープが綺麗に貼られてますね。超綺麗このリザーブの、これリザーブのリムテープなんですけど、なかなかいいですね。モノグラムっぽくて、はい、ちょっとリアも出しましょう。はい、リアがこっちが、リアですね、リアがリムハイトが 44mm の方こちらです。はい、こっちもですね。はい、でちょっと紹介をしていきたいと思います。はい、で、まずざっくりとスペックの紹介をしていこうと思います。今回入荷したのがリザーブの4044というモデルですね。フロントのリムハイトが 40mm、 リアのリムハイトが 44mm のモデルになります。で、グレードが実は3つあって、あのハブ、使用するハブで3種類あります。これが真ん中のグレードで DT240 がついているモデルになります。上のモデルに180、下のモデルに350というモデルが、ついております。で、まずこいつからいきましょうかね。はい、はい、まずこの240の方のグレードなんですけど、まあ、ホイール重量、一番皆さん気になるのホイール重量だと思うんですけど、100じゃない、 1388g、 結構軽いです。軽いです、ね、はい。で、リム単体でいうと、ですね、フロントが 396g、リアが 410g になります。これがですね、確かあの某有名カーボンホイールより軽かったです、はい、まあ軽さが全てではないとは思うんですけど、やっぱり軽さは気になるところですね。はい、で、リムのスペックなんですけど、こちら幅ですね、フロントが外幅が 33mm、 内幅が 25.5mm、 リアが、外幅 31mm で内幅が 25mm になります。で、28C から 40C まで、基本的には対応しております。まあ、最近の、スタンダードな幅広リムという感じですね。で、これ 28C 入れると 30C になります。実測 30mm になりますまあ今時の、はい、新エトルト規格の、リムになりますね。で、基本的にチューブレスレディで、チューブレスも対応してます。で、これは、はい、あのフックレスではなくてフックがついてます。フックドの理由とかあるんですかね。一応ですね、これがですね、あのクリンチャーも対応、正式に対応しているというモデルになるので、その、まあ、チューブレスだけじゃなくてクリンチャー派の人にも問題なく使っていただけるホイールとなります。やっぱりこうフックレスでも問題ないと思うんですけど、やっぱりこうクリンチャーにはあまり向かないようなので、クリンチャー向きの、いつもこっちの方がいいのかなというところですね。はい、リムはそんなところですかね。なんかありましたっけ。
いやなんかフックドの理由とか、はい、マビックだと、うん、ロードレーサーホイールとかはフックドじゃないですか、うん、今だにそうですね。ああいう 横にめちゃくちゃ荷重がカーブした時にタイヤが思いっきり変形する力がかかる乗り方とかだったらフックドの方がいいんじゃないかなっていう考え方なのかなって思ったんですけど。なるほどですね。その辺はどうなんでしょうね。あのマウンテンバイクとかもっと横荷重かかるけど、はい、フックレスなんですよ。あ全然じゃあそうか、空気圧の問題かなと思います。あなるほど、高圧気味になるんで、そうなってくるとちょっと空気圧高い状態で横からかかると外れやすいのかなとは感じますね、はい、まあ、一概には言えない、うん、そうですね。それが全ての理由ではないような気がします。いろいろ理由はあると思うんですけど。なるほど。でマウンテンとかなんて 1.5 とかに入れないんで、2キロ入れないんで、あ、はい、その状態でブリ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 こうギュンってやったりしても外れないんで、うん、まあ その空気圧とかの兼ね合いかなとは思います。はい、はい、ですね。リムはそんなとこですかね、まあ、この純正の綺麗に貼ってあるリムテープ。あ、美しいですね回転した時の映像が美しいです。まあ、残念ながらタイヤはめると見れないんですけどですね。で次ハブですね。ハブは純正というかその缶組ホイールの場合は DT スイスの240ハブですね。で3種類あるんですけど、それぞれの違いで言うと、まあ、これが真ん中の240ですね。アルミボディの、ストレートスポーク仕様のハブになります。で上の180になるとシェルがカーボンになります。ここ真ん中だけだったかもしれないですけど、はい、このハブのシェルがカーボンになって、セラミックベアリングがついて、うん、あのラチェットの機構も確か一番いいやつがつくはずです。これちょっとこれどうだったか覚えてないですけど、はい、回してみていいですか。はい、どうぞ。とてもマビックと同じ感じです。そうですね、機構は似た感じですね。ラチェット式なんで、あの爪がかかるっていうよりもその面でこうギザギザを面と面でつなぐというかラチェット式なんで似たような感じですね、はい、多分これ回すと結構派手な音が、今は新品なんでグリスが、はい、オイルがしっかり入ってると思うんで、これがしばらく乗って馴染みが出てくると結構いい音がなると思いますなるほど、はい。で、あとこの350この下のグレードですねになると、あの普通の J ベンドのスポーク、よ一般的なこう丸いフランジのハブになるんで曲がったスポークになります、はい、どっちがいいのかっていうと、まあ、このストレートスポークの方が、頑丈に組めると言われております、はい、あのスポークが曲がらない分あのスポークが頑丈になるのです。あのここ曲がってる部分が折れること結構あるんですよね。あスポークってそういうのがあるんで、なるほど、はい、そういった意味でストレートスポークの方がより強いホイールが組めるよっていう。重量も軽くなったりするんですかね。若干軽いんじゃないですかね。誤差ぐらいなんですか、うん、だと思います、うん、上のカーボンシェルになったやつも誤差の範囲内って感じですか、ね、そうですね、値段的には結構変わるんですけど、重量はですね、それぞれいくと180の方が 1368g、はい、でこれ1388なんで 20g の差です。あで、350になると 1460g になるんで 80g ぐらいですか。あの差になります。まあ、そこをどう取るかっていうのはまたその人の価値観次第かなと思います、うん、もうどうしても軽いのが欲しいんだっていう人は180がいいと思うし、そこまでこだわらないよっていう人は、350でもいいしという。で基本的に中心部分なんで、そこまで走りに大きな差はないと思います、はい、どれにしても、うん、あとはそのただ350と240以上は多分スポークの違うんで、若干その剛性感っていうのも違うんじゃないかなとは思います。なるほどですね、はい。であとこの DT スイスのハブのいいところっていうのがですね、国内の代理店さんが、まあ、しっかりした代理店さんっていうのもあるんですけど、こういう今ペッタすぐ取りましたけど、はい、こういうふうに分解が簡単です。
もうベアリングが見えるんですね、これで。そうなんです。もうアクセスがすごく簡単で、こっちも多分取れば、引っ張れば抜けます、こうやって。あ、一瞬や。はい、これが内部ですね。おはい、でこのラチェット機構も基本的に交換できるので、より良いラチェット機構にすることもできます。でもちろんこのフリーも、それぞれ用意されてますので、はい、ロードだったらこの HG と、スロムの XDR、 あとカンパも、用意されてたんじゃないかなと思います、うん、はい、なんで自分の自転車に合ったものを準備していただくことができます。ちなみにベアリングだけセラミックに変えるっていうのもできるんですね。もちろんいけます。お、はい、で例えば、これは142なんで、あんまりやる人いないでしょうけど、はい、確かクイックのキャップとかもあるはずなんで、クイック仕様の自転車にもつけれなくはないかなとすごいですね、はい、いうところですね。結構拡張性があるんですね。拡張性あります。なんで、でまたここだけ壊れたとか、ハフリだけ壊れたとかっていう場合も修理は簡単なんで、はい、いけると思います。でスポークはサピムの CX レなんで、これも普通に市販されてるスポークなんで、もし折れたとかいう時も割と比較的手に入りやすい、うん、なんでこう長く使おうと思えばすごく使いやすいホイールかなと。すごい専用品かと思いきや、はい、めちゃくちゃメンテナンス性いいですね。そうです。汎用品が使われてるんで、すごく使いやすいホイールじゃないかなと思います。でこう見た目もこうシンプルで、とてもこれバイク選ばなくていいですよね。いいですね、はい、です。こんなとこですね、はい、であと保証系ですね。保証ワランティーというか、その辺もしっかりしてまして、基本的には障害保証になりますので、はい、よっぽど自ら壊したとかいう限りない限り、何かしらの保証がつきます。で、新品と交換、場合によって新品と交換もしてもらえるでしょうし、こう安く買えたり割引で、修理できたりというのが、効きますので、安心して使っていただけるんじゃないかなと思います、うん、最近、割とこう中華系のホイールも結構いろいろとこう出てきてますけど、それはダメというわけではないんですけど、やっぱりこう壊れたらそれで終わりというものも中にはあるので、もう長く使っていく上ではこう保証がちゃんとついてるっていうのはすごく安心なことかなと思います、はい、ですね。なんでこれは割とで、あとホイール自体はもともとですね、サンタクルーズ、モンテンバイクサンタクルーズの中から生まれた部門なので、すごくサンタクルーズってずっとこうカーボンのマウンテンバイクフレームで、障害保証で作ってまして、すごくしっかりしたカーボンの、プロフェッショナルというか、安心できるブランドなので、そこが作ってるカーボンホイールというわけですね。でマウンテンバイクがずっともう10年また経ってないメーカーなんですけど、ずっとマウンテンバイクのホイールを作ってまして、で、2、3年ぐらい前からロードバイクのホイールも作るようになってきてまして、でこのマウンテンバイクのリムが出た時にですね、これ YouTube 探してもらったら出てくると思うんですけど、ダニー・マカスキルという人が、いかにしてそのカーボンホイールを壊そうかみたいな動画を作ってますので、探してもらえたらいいかなと思います。なんで最初はこういかに頑丈かっていう動画の流れだったんですけど、あまりに壊れないんで最終的にはこういかに壊すかみたいな流れになったのがちょっと面白かったですね。で結局こうタイヤ外して階段降りたら割れちゃったみたいな、なかなかないシチュエーションなんで、基本的にはほぼ普通に使ってれば壊れないだろうという、はい、タイヤがついてる限りは壊れないですね。壊れないですね頑丈です。はい、はい、なるほどです、ね、はい、ですので、この辺もすごく安くはないホイールですけど、すごく安心して使っていただけるので、カーボンホイールですね、こう検討されている方、ロードバイク検討されている方は、候補に入れてもいいホイールじゃないかなと。特にカーボンのホイールに関して、はい、素材の寿命とかは気にしないでもいいレベルにもう来てるんですかね。だと思います。そこまで気にしなくてもいいと思います。なんで20年とかになってくるとまた話が変わってくると思うんですけど、基本的にはこう、直射日光をずっと当て続けるとか
そういうのはあんまよろしくないと思うんですけど、まあ、それカーボンに限らずだと思うので、普通に、使ってればそこまでこう寿命を気にすることもないかなと思います。なるほど、はいですね、そんなとこですね、はい、あ値段言ってなかった、お、はい、でですね、今回入荷したこの4044なんですけど、この DT スイスの240オイル、ハブが入ったもの、こちらが、365,200円税込みです。で、一つ下のグレード DT350 が入ったモデル、これが、28,500円、一番上の DT180 のホイールは434,500円ですね。でリム単体も、ありまして、これが1本126,500円になります。はい。はい、ですね。これまだ試乗できるんですよね。まだ試乗できます。でもうそろそろちょっと返却期限になってますんで、まあ来週末あるかどうかというところです。はい、今日が16日。なので来週下旬ぐらいまでという話ではあるので、まあ、今週半ばぐらいまでかなと。入ったところです、まあ、まだ間に合えば、ご連絡いただければ市場は柔軟に対応しますので、はいはい、これとあとこれよりリムハイトが低い30434というモデルが使用できますのでご検討いただければなと思います、はい、あとちょっと最後1個言い忘れてた、はい、チューブレスなんですけどタイヤインサート入れても問題ないです。あ、大丈夫です。はい、バルブはでも対応しなかったっぽいですね。ついてるバルブは、純正では対応してないので、はい、インサート入れるときはインサート対応のバルブに交換が必要です。はいはいです。はいはい、ということで、はい、ホイールギャザーアブホイール、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。